おだすこちこんぽポテトです。今日もデータぶつけていきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、瞬発力95以上の世界を見てみたい。やっていきたいなと思います。前回のね、こちらの検証見ていただいたでしょうかね。こちら、続きみたいな形になりますから、まだ見てない方で、ね、ぜひ見てから見ていただいた方が分かりやすいかなと思います。で、今回は95以上の世界ですよね。前回95までやってきたんで、それ以上の話をやっていきたいなと思います。で、以前ね、スピード測定もやってるんですけど、この時ね、上限っていうのがあったわけですよね。それが今回もあるのか。で、あるとするならば、どこが最高速になるのか、これを見ていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法は前回と似てるような感じになります。 iPhone に動きを記憶させて、パス&ゴーやっていきます。1秒間60コマです。パス&ゴーしてね、測定していきたいなと思います。瞬発力を1ずつ上げてね、やっていきたいなと思います。で、前回見てない方もいると思うんで言っとくと、パスを出したこの後ですね、この矢印が出る瞬間、ここがまずスタート、0秒としてスタートをして、頭がですね、ここですね、センターサークルと重なったここですね、ゴールという形でやっていきたいなと。なんでこうなったのかというのは前回の動画をね、見ていただければわかると思いますから、ぜひ見ていただいて、こちらの方がね、正確な形になりますから、これでやっていきたいなと思います。で、今回使っていく選手なんですけども、カーカーを使っていきたいなと思います。瞬発力95から101まで一気にね、見ていきたいなと思いますよという感じですね。まあ、もちろんスピードも身長も違うんですけども、純粋に95以上で変わるのかをまず見てみたいなということで、やっていきましょう。95からね、一気に見ていきます。96、まあもうこの時点だいぶ早いですけどね、見てたのね、分かるように。はい、こっから100の世界ですね。はい、見ていただきましたということで、まあなんかある程度分かると思いますが、見ていきましょう。な感じになりましたけど、一応ね、見方を説明していくと、縦軸ここはね、1秒間の何コマかというところになっていきます。横軸、これが瞬発力の数値ですね、なっていきますよ。で、この四角い緑ですね、これが実際に測定したタイム、時間になっていきますよと。濃い方がそのタイムを複数回記録してますよという形です。右に行けば行くほど数値が高くて、下に行けば行くほどスピードが速かったというようなグラフになってます。ということで、まあ微増まあまあ分かってはいたけどね、そんな感じになりましたね。まあむしろですね、この短い距離で差が出ただけでも、もしかしたら褒めるべきなのかもしれないですかね。うん、まあ、なのでほぼ変わんないっちゃ変わんないけど、若干変わるっていう感じになりました。で、これってじゃあ実際伸ばしたら変わるのか、距離をね、伸ばしたら変わるのかっていうところも気になるかなと思うんですけど、他から言うと多分なんですけど変わると思います。当然ね、そこは変わるかなとは思います。変わるかなと思うんですけど、まあ最高速がどんなに高くてもですね、加速度っていうのは瞬発力に依存してるんじゃないかなっていうのが言えるかなっていうのは思っております。意味わかんないよね、ちょっとちゃんと説明します。横軸が時間で、縦軸がね、速度とした時に、スピード数値によってこの最高速度が決まりますよと。で、それで走るとですね、こんな感じでまあやっていくんですけど、この角度、最初の加速してるこの角度ですね、ここが瞬発力に依存してるんじゃないかということですね。なので仮にですね、スピード数値上げて最高速上げてもこんな感じで、最高速はもちろん変わるけど、そこまでの加速のところっていうのは変わんないんじゃないかということで、むしろ逆にですね、スピード低くても瞬発力めちゃめちゃ上げちゃえば、こんな感じで、加速が上がるんで、むしろこっちの方がね、違いを感じやすかったりするんじゃないかっていうところですかね。ちょっと話それちゃったんで、詳しく見ていきたいなと思うんですけど、このデータで言うとやっぱりね、97ぐらいがピークになってくんのかな。うーん、そんな気がしますね。スピード数値、スピード測定の時もね、やっぱこれぐらいだったし、そうなのかなとは思いましたね。で、一応ね、瞬発力90にしてカカでね、測定もしてきました。結果こんな感じ。はい、ということで、で、一応ね、前回も88から95ってあんま変わんなかったんですよね。で、同じようなデータになったので、もしかしたらこの辺のデータは変わんないのかもしれないですかね。で、ちょっと数字がちょっと綺麗に重ねそうだったんで、前回のパーリーと重ねてみました。こうなりました。はい、ということで、めっちゃ綺麗に重なった。めっちゃ綺麗じゃない、この上がり幅。うん、っていう感じですね。もう続きかなっていうぐらいの感じでした。で、今回ちなみに言うと、カカとパーリーってスピード5違うんですよ。5も違うんですけど、同じだったと。
ていうことはですね、やっぱりさっきのグラフで言うとこのこの斜めのところ、今回の測定は結構短くて加速中の段階の測定だったから変わらなかったんじゃないかというところが思いましたね。まあもちろんですね、あの距離が短すぎてそもそも5じゃ変わんないって可能性も全然あります。いつもスピード測定もね、ペナルティエリアの40メートルくらい走ってるわけですから、それで1コマ2コマ3コマとか変わるか変わらないかって話をしてますから、これぐらいの距離じゃ全然ねそもそも変わんないっていう説はあるかなとは思いますかね。まあなので少なくともこの距離ではですね、スピードがまあ5ぐらい違くても変わんないということは言いますね。はい、というところで今日は結論です。短距離ダッシュは瞬発力97が上限っぽいとします。はい、というところで、見ていただきましたけども、まあ、これさっきも言ったんですけど、スピードでもやっぱそれぐらいでしたね。スピード測定の時も97ぐらい、まあもうちょっとあったかもしれないけど、なのでまあそれぐらいなのかな。であとちょっとこっからは僕の独り言ぐらいな感覚で見てほしいなと思うんですけども、まず69から70に上がった段階でスピード速くなってるんですけど、その次に段階的に速くなってるのは76なんですよ。で76からまた上がる時って82で、まあ6なんですよね。でその時82から次上がるところが87、88なんですけど、まあこれも6なんですよね、間が。で88からは9個動かずにそこから1個上がってるんですよね。ということはこの後また上がるとしたら、ここね、まあ、9個以上必要なんじゃないかという形になってくるんですよね。とするとこの後ブースターでどんなね104、105とか出てきたとしても、うん、変わんないのかなみたいなね気はしてますねはい、なのでまあ97が上限あたりなのかな、どうなんだろうなっていうのはちょっと気にしてたりしますかね。まあ少なくともね、だんだんこう上がり幅っていうのは少なくなっていっているっていうねところは言えるかな。それはそうと参考にしてみていただいて、少なくとも70に乗せようとかね、82とかには乗せておこうとかいう感じですかね。でまあ88とかね乗っけておけばひとまず安心していいのかなとか、そんなあたりは考えても良いのかもしれません。はい、というところですかね。はい、ということでこの辺は参考にしてみていただいて、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。最後をね雑談して終わりたいなと思います。はい、ここからね雑談になっていきますね。で今回なんですけど、トマス・パーリーとカカね、この2人、まあ身長、体重、ボディコン、オペ線までね、全部カカの方が高いわけですよ。だけど数値はやっぱ同じだった、同じような結果になったよという形になっていきました。まあってなると、この検証においてはあんま関係ないかもね。ボディコンとかオペ線、ボディコンとかよくコメントでも結構いただいてたんですけど、この辺も関係ないのかもしんないかなとは思いましたね。でそう考えると、やっぱ高身長でもスピード変わんないのかとかね思ったら、まあ高身長の中盤がね刈り取りいいわけだよね、そりゃね、早くて足長くてって感じだもんね。でこれ厳密に言うと、この足の長さでも変わるらしいんですけど、まあこの辺はねまたやりたいなとは思うんですけど、まあそもそも足の長さとかってイーフトハブのでしか見れないよね。なんか他にも見れんのかな。なんかあの大体のデータってどんなサイトでも見れたりするじゃないですか。なのにこの足の長さとか手の長さとかだけはイーフトハブでしか見れないってことにね、なんかちょっと違和感を感じていて、なんすかねこれ、据え置き版の人とかなんかあれなのかな、データで見れんのかな、見ようと思えば見れんのかな、うん、なんかその辺もね若干こう信じすぎるのもあんま怖いなーなんて思ったりはするんですが、まあまたねその辺をやっていきたいなと思います。まあちなみに今回カカとパーリーはイーフトハブ上では足の長さは同じでしたね。なのでもしかしたら身長が違くても足の長さが同じだったら同じになるのかなとかね、いろいろ考えさせられちゃいますね。はい、というところですかね。この辺は、またいろいろねなんかやっておかなきゃいけないこといっぱいあるんだなとちょっと思っていますね。まあただ一つ一つ、やっていきたいなと思います。まあちょっとねある程度出たところで全部まとめてガッとね一本にしたしてもいいんですけどね。はい、そんな感じはしておりますので、この辺参考にしてみていただければなと思います。
はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果と思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等とあればですねコメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しております。3万人ですよ、やばい、あと少しなんだけど間に合うかな、ちょっとお願いしますということなんで、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方は全高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今日もね瞬発力続きやってきました。またちょっとねまだ序の口の段階な気がしますね。まだまだ掘り下げなきゃいけないと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。